ここを通すわけにはいかんのだ。
Ready?
根性を叩き直してやるぜ。Let's go!
目標捕捉、5分以内に撃破する。カーネル、見損なったぞカーネル。何をする。今からでも遅くはない。クーデターを中止しろ。断る。そうか、行くぜ。やめて！兄さんやめて！忘れたの？ゼロは私の命を助けてくれたのよ。この場は引くとしよう。だが次は容赦しない。ゼロ、お願い、兄さんと戦わないで。二人が戦えばどちらかが誰かがレプリフォースを止めなければならない。ゼロ、
命がけで戦ってこそ意味がある。
小僧、ちっとは楽しませてくれんだろうな。
軍の誇りにかけて貴様を倒す。一度本気で戦ってみたかった。
君の実力を見せてもらおう。小僧、ちっとは楽しませてくれんだろうな。
命がけで戦ってこそ意味がある。いらないからね。ここを通すわけにはいかんのだ。メガ、地面にへばりついていればいいものを。
クラゲの方がまだ手応えがありそうだ。氷のベッドでおねんねしな。私の相手をするなんて10年早いわ。行くわよ。ここ見てる。行くわよ。ここ見てる。行くわよ。ここ見てる。行くわよ。行くわよ。ここ見てる。行くわよ。隊長、ガルマの部隊を全滅させた赤いレギュラーはどこだ。はい、あちらの扉の中に。ご苦労、あとは私がやる。隊長自らが。これ以上お前たちに犠牲が出ては困るんでな。
隊長にかなうレプリロイドなどいるわけだ。赤いイルギラを修理センターへ運べ。それとドクター・ケインに連絡を。あのイルギラを調査する。隊長、お体の方は？うるさい！地獄に旅立つ準備はできたかね？
本当の俺なのか、本当の俺ってやつなのか。結局誰も助けられなかった。アイリス兄さん、やめて。アイリス、俺たちレプリドイドは結局みんなイレギュラーなのか。